吉田さん、ナポレオンっていうのは、まあ世紀の大王ですよね。もうその名前っていうのは、うん、これ以上にないぐらい鳴り響いたんじゃないですでも当時の人から言わせれば今のもしかしたらプーチンみたいな迷惑者だったかもしれないですよね全てを平定して歴史を残す立場にいるからこそ自分のことを英雄だというふうに堅伝することもできたり英雄視する後世の人っていうのが出てくるのかもしれませんけども 仮にですよ、このままロシアが世界を支配して習近平でもいいんですけどねで後世の人が過去の偉業成し遂げた人って書き綴るとしたら世界を数億人の犠牲で平定した偉大な王プーチンというふうに語るのかもしれないですねで今回ねナポレオンズって手品しかやるじゃないですかで彼らのちょっと言葉をね引用したいんですけどもこういうふうに言ってます手品を一度も見破られたことはないっていうらしいんですよ でそのままナポレオンズっていうのはね片方の方がちょっとお亡くなりになったということもあってその後活動しているのかどうか分かりませんけどもあの絶妙なね掛け合いっていうのは見れなくなっちゃったっていうね残念さありますよねでもこの手品を一度も見破られたことがないっていうのは裏を返すと手品っていうのを真面目にお客さんがね知ろうとした人がいないってことなんでしょうねまあ、言い方によってては手品っていうのを 種を知ったららがっっかかりするから調べないんだっていう言い方があると思いますけども手品を見た後っていうのは必ずねああじゃないかこうじゃないかっていうふうにあのその仕組みっていうのをね想像するんですよ。でも手品っていうのは手品グッズって言ってもう道具に仕掛けがあるかそれとも巧みなわなんか何ですかねこうこ手先のテクニックでねそういうふうに見せてるのかっていうのはどっちかなんですよ。種種ももも仕仕掛掛けけけあるんですけどもその種や仕掛けを 知ろうとしない人がああでもないこうでもないって想像して見破ることが結局できないってことなんですよねだから手品を一度も見破られたことはないっていうのは手品を見に来て手品の予備知識が全くない人ばかりがそこに群がってで自分の少ない知識で見破ろうとしてるからそこの滑稽さがあるんじゃないかなと思うんですよだから手品のことをちゃんと勉強してそれこそナポレオンズと同じレベルで勉強した人がナポレオンズの手品を見たら全部ネタとかオチを言い当てることができると思うんですよね。 そうなるとそのナポレオンズの手品は面白いものではなくなるんで会場に足を運ぶことがなくなるっていうことだと思いますけどね、まあ、とにかくビジネスも一緒でああでもないこうでもないっていうふうに中身を想像するんだけども実際に自分がその中に踏み込んでやってみない限りは何も見えないつまりは同じような結果をもたらすこともできないしそこにたどり着くこともできないっていうのがその仕組みなんじゃないかなと思いますよねナポレオンズ一度も手品を見破られたことがないうん アフィリエイトの仕組み一度も言いい当てられたことがない、まあ、それに似てるかもしれませんし YouTube で何で稼いでるのか何でこんな少ない再生数で大丈夫かと言われてるような再生数でちゃんと5年6年やってますよってその仕組みをやっぱりね見破ることができない人もいるんじゃないかなとそういう人は再生数とかチャンネル登録の数だけを見て冷ややかな、ね、反応するのかもしれませんけども実際にそれで食ってる人生きてる人、ね、BMW を買ってる人家を買った人に対しては うん、なんかねいつまでたっても見破ることができない手品を見てるような感じなんでしょうね。言ってました